大森研究室では西洋工学の理論的な研究とその応用についての研究をして社会に貢献する研究室です。西洋理論の中で適応学習システムという理論がありますが、大森研究室ではそれを中心に研究をしております。適応学習システムは動植物が自然環境に応じてその形態を柔軟に変えることにより、環境に応じて生きていくということを目的にしております。まあ、それを西洋工学に応用するということによって柔軟な生育期が構成できます。このような適応学習システムを実社会に応用することが夢です。例えば高度下水処理システム、ハイブリッド電気自動車および、自然エネルギーの分散電源、またシステムバイオロジーなど、これらの分野において適応学習システムを応用したいというように考えています。大森研究室では理論を中心に研究をしておりますので、鉛筆とノート、これを用いて自分のアイデアを具体化すること、これに情熱をかけるような学生を希望しております。